ロート製薬公式 YouTuber の根瀬いこころです。やったやったやった、とか行ったりしてね、コラボしたいコラボしたいって言ってたんだよね、2人でね。もう週に何回やってるのぐらい合ってるよね。合ってる。今日やる企画はね、チャンネル愛確かめ選手権。イエーイ。実はね、事前に私たちの相方音とぼやっきーさんにアンケートを取ってます。それぞれの相方がどんな回答をしたのかを予想して当てるという企画です。あ、そういうやつか。そうね、より多く当てた方が相方のことを理解しているチャンネル愛が強いということになります。そうなの。え、どう、自信のほどは。いや、自信、うん、ある。ぼやっきーの考えることぐらいね、わかると思う。え、私はもう自信はたっぷりあります。我が弟ですからね。本当かな。めっちゃ仲良くしてくれてるからね。そこ行ってみましょう。イエーイ。相方に直してほしいところは、お、これは音が私に、ぼやっきーさんがカナリアちゃんに直してほしいところです。なるほどなるほど。そもそもないと思うんだけどな。いや、私もちょっと分かっちゃう。でもこれさ、うん、私の動画でさ、自覚ある。そこじゃなくて。自覚はないんだけどさ、言われたことあるんだよね。あ、そうなんだ。一言目がでかいところです。ネバーってこと。挨拶、大きな声で挨拶するのは大事。かわいすぎる。私が可愛すぎることによってドローン上派から愛ちゃん派になっちゃったら困るなとか思ってるんじゃないかな、うん、そっか、そうだよね。回答はこちらです。はい。ほらほら、合ってる合ってる。すごい、やっぱり一言目がでかいところ。あ、すごい、言ってたもんだって。ぼやっきーは嫌なことがあるとすぐにビリビリさせてくるところ、ね、そんなにやってない気がする。いや、何をやったかな今まで。相方が好きな VTuber は、うん、好きな VTuber か。わかります。あ、ほんとに、うん、水品葵さんです。あー、どうかなどうかな、どうだろう、ね、最近めっちゃ熱入ってる気がする。ニコ町で挨拶したの、うん、めっちゃ喜んでた。うわー、家で何回も言うの。握手もしてもらったとか言ってさ。いや、ありがとうございます水品さん。パンディさん。あ、そうなんだ。なんかね、コラボしてたんだけど、うん、めちゃくちゃ楽しそうだったの。パンディさんが好きなんだ。あの二人気合うんだなと思ったから、そう、パンディって言ってたからね、なんか。じゃあどうなんだろうね。合ってる。合ってるな、おいちゃん。待って、私めっちゃ、ね、音のこと分かってる。いや、お姉ちゃんだね。お姉ちゃんですからね。家で結構喋るの二人。喋る。でもね、私が喋りかけてもね、あいつとかじゃない。弟無視するんですよ。え、そうなの。たまに私のことうるさいって。一言目がでかいからかな。かしこまりちゃんだよ。あ、惜しい。惜しいね。あ、めっちゃ惜しい。ニアピン賞っていい。ニアピン賞もらえるかな。今年中に叶えたいことは。私わかるんだけどさ、あんまり私は叶えてほしくない。叶えてほしくない目標、うん、え、なになに、気になる気になる。一人で動画を投稿する。あー、それは ね、一人でやりたいとかずっと言ってるし。ダメだよ、ジャンパナレオ。弟大好きだな。弟大好きだよ。うるさーい、大好きなんだよ。いい、おたげを極める。あ ー、そうかな。そう、あ、でもニコ町でめっちゃ素晴らしいおたげを披露して、すごかったんだけど。我の弟も、え、そうね。趣味みたいでさ、ちょくちょくオタ芸の動画あげてるから。マイマイダーリンとか、うん、ね、踊ってたもんね。面白いよね。面白い。デオーの CM に出る。おー、そうなの。よかった、オタが独り立ちじゃなくて。お姉ちゃん離れじゃなくてよかったってことね。お姉ちゃん離れじゃなくてよかった。もうこれは兄弟で出たらいいよ。あ、そうだね。音よしよし。オリジナルソングを作りたいか。あ、もう歌ね、うまいもん。いや、ね、そう、悔しいけどね。聞きましたよ、シャルル。ぼやっきーのくせに。これまでの活動で一番記憶に残っている出来事は。うん、なるほど。なんだろうな。え、なになに。いや、これはどういう意味なの。うん、え、もう決まってるのではありませんか。あ、ほんと、決まっ、あ、うん、決まってるのね。せーので2人で答え出せるかな。うん、そうだね。よし、この間やったやつね。よし、いくよ。せーので、ニコニコ超会議。もう全然違うじゃん。
州じゃない。ちょっと待って嘘でしょ。え、ココロちゃん、福岡は九州じゃないと思ったの？いや、違います。地方はって聞いて県の名前を言ってくれると思ったら急に九州って言うから、あ、九州っていう県はないよって思って。ないよ。福岡県、うん、違うよって言ったの。ちょっと、ごめんそれはね、よく考えた。九州って地方の名前でその中にあるのが福岡県だなっていうのが後から分かったから。うん、そう。え、私じゃあ分かってるの本当に。下城大丈夫か。あるけど、あの地図見直しましたから。本当、日本地図、日本地図、世界地図も見直しました。あ、世界地図も世界地図も。あー、これはひどかったよ本当に。あのぼやきはね、生きたエビを触らされてた。ナマコ触ってたよね、カナリアちゃん。本当にナマコやだね。臭い、すごい、手が出なくなった。もうね、それが一番記憶に残ったんだ ね。そうなんだ。ニコニコ超会議は、ニコニコ超会議って言ってよ ね。本当だよ。この流れ来るんじゃないかなって思うじゃん。4人で頑張ったじゃん。はい、というわけで次が最終問題なんですけれども、はい、今ね、私2ポイントで、うん、カナリアちゃんが 0.5 ポイントだから勝ちが確定しています。次の問題は3ポイントか。え？ね、いや、そういうのは、あの、儲けませんよ。3ポイントか。そういうの。最終問題いきましょう。えい。相方の好きなところは？いっぱいあると思う。いっぱいあると思う。ね、私なんか自信持って言えないのがめっちゃ悲しいんだけど。おとくあるきっと。いや、うん、ない。あのね、ここかなっていうのはあるけど、シャイだからさ、あまり言わないだけで。お姉ちゃんのこと大好きだよ。そうかな。うん、そうだと思う。ありがとう、うん、優しいね。まあね、なんだかんだポジティブで、うん、元気なところ。そうだね、うん、ポジティブだもんね、ココロちゃん。優しくて思いやりがあるところかな。あー、でもね、わかる、わかる。そう思ってると思う。ボヤッキーは私も好きだよ。うん、なにこれ。ちょっと待って、ディスっても傷つかない心ってなんだよ。褒めてる。これ褒めてるかな。褒めてる。ディスっても傷つかない心と思ってるけど、傷ついてるんだからね。そうだよ、お姉ちゃんは傷ついてるんだよね。本当だよ。でもなんだかんださ、うん、あれですか、合ってます、ね、私ポジティブ、ポジティブで、うん、元気なところ。そうだよね、ポジティブ で、ポジティブって意味は前向き。そうだね、ディスっても、ね、うん、傷つかない精神。おー、いや、わたたのことよくわかってるね、すごい。素直なところ。これあれでしょ、ドッキリに簡単に引っかかるとかそういうことでしょ。確かに、確かにね。そんなところじゃない。いや、でもめっちゃわかる。素直なことがすべて。素直に、うん、前向きに、うん、ポジティブに、うん、元気に生きたら、うん、人生うまくいく。そうだね、心お姉ちゃん。はい、心の名言です。イエーイ、イエーイ。合計5ポイントで 0.5 ポイントということで、勝ったのはネバセイココロです。ね、分かっちゃうんだよな。いいね、いいね。ボヤッキーさんとはあんまり絡まないんだよね。なんだろうね、ビジネスの関係。ビジネスなの。だってそうだよ、悪党と正義の味方だから。4人で遊ぼう。あー、そうだね、ご飯とか行ってみようか。ご飯とか仲良く行こう、うん、またコラボしよう。そうだね、また4人でコラボしよう。よしよー、めっちゃ楽しかった、うん、今日も。今日も楽しかった、ね、来てくれてありがとう。こちらこそありがとう。バイバーイ。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。